ハマーオスゲカレックスファイブロローザは、カヤツリグ草カスゲ属の一種。海岸の砂地に生える小型の草で、ホフクエ枝を出す。いわゆる、アオスゲのグループに属するが、古くから比較的はっきり区別できるものとして、扱われてきた。小柄な多年生の草本。束になって生じ、株立ちになるが、あまり大きなまとまりにはならない。また長いホフクエ枝を伸ばし、群生を作る。 家系の高さは、せいぜい10から30センチメートルほど。葉は、家系より短く、幅2から3.5ミリメートルで、質は、やや硬くて、厚みがあり、円はザラつく。器部の鞘は、褐色で著しく細かな繊維に分かれる。カキは4から5月。果女の形としてはいただきこぼが優勢で、それ以外のオスこぼはない。側こぼは姿勢。普通はいただきこぼも側こぼも、 家系の先端近くに集まって生じるが、稀にその根元から、寝静状にメスコボを出すことがある。ストは短い鞘があり、養心部は養状に発達して2から8センチメートルとなり、過剰より長く伸びる。板垣きコボは、優勢で千柱形、長さ0.5から1.5センチメートルあり、お花輪ペンは、淡褐色で先端から短いのぎが突き出す。のメスコボは単型で、 長さ1から2センチメートル。メバナリンペンは緑白色。下方よりは短くて先端からは長い抜きが出ている。下方は卵形で長さ3から3.5ミリメートル、幅1.2から1.4ミリメートル。先端部は急に狭まって短い口端状に突き出し、その先端の口は浅くへこむ。また木部側はこなすと短い柄の形になる。 厚い膜質で量の間に8から10本の隆起した脈が走り、また全体に短い毛が密生している。痩せ川、下方に密に包まれ、長卵系で、長さ2から2.5ミ、mm、リメートル、幅0.8から1ミリメートル、先端には小さな盤状の付属物がある。中東は3つに裂ける。本州、四国、九州と南西諸島、それに伊豆諸島から知られる。 国外では、朝鮮、台湾、中国より知られている。海岸製で砂地に生え、砂浜やその背後の海岸林の砂地のところに生育する。本種はいわゆる青ゲ類の一つである。青ゲは小柄なゲ属として、ごく普通種であり、様々な環境に出現するが、変異がとても多くその分類は長く混乱してきた。広く扱う方ではオーストラリアまでのものを、 単一の種として扱う説から、変異をそれぞれ独立種とする扱いまで多くの説が唱えられ、現在では細分する扱いが主流となっており、例えば勝山ではこの軍に十種を認めている。そんな中、本種は比較的違いが明確なものと認められてきた。青す類をすべて一種内にまとめた北村他でも、本種は別種としては扱っていないながらも、亜種としては認め、 C. ブロビカルミスサブスプ、ファイブロローザとしている。本種の特徴としてはよく取り上げられるのが、補服系を出すことであるが、それ以外にも下方にはっきりとした特徴がある。他の青すげ類より一回り、大きく、また太くて、明瞭な脈が多数あること、毛が密生していること、それに熟すと紅白色になる点と熟した際に気分が柄状になる点を、勝山は挙げており、 他のものと区別できないような中間型などは見られないとしている。実際には他の青すげ類も下報には毛があり、これはむしろこの類の特徴であり、それ以外の類似種とこの類を区別する目印になるものであるが、それらは本種に比べると毛が細かくて目立たない。青すげ類で補服形を伸ばすものとしては本種の他に、 イソアオスゲシーメリディアーナがあるが、上記にある本種の下方の特徴が見られず、むしろ、青スゲに近い点で区別できる。アオスゲシーディスクイーディアも、補服笑顔を出すが、本種のように明瞭でよく発達したものではない。環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。県単位でも指定はないが、名古屋市などでは指定の動きがある。以下、種として、星のほか。 P372 勝山 P254 勝山 P254 勝山 P61 勝山 P61 北村ほか P275 勝山 P61 星野ほか P39 勝山 P59 名古屋芝ンレッドリスト2015万2019零三十四閲覧ありがとうございます。